誘ってんじゃん TV をご覧の皆さん、改めまして森脇亮太です。今日は誘ってんじゃん TV をいつも応援サポートしていただいている皆さんへご報告がありまして、カメラを回させております。合ってるか。皆さんへの報告なんですけど、何かと言いますと、2023シーズン、来シーズンですね、来シーズンも愛媛 FC でプレーさせてもらうこととなりました。イエイ、よっしゃー、嬉しい。いやー、本当に愛媛 FC で来年もプレーさせてもらうという話をいただいた時にはもう本当に嬉しかったですね。まあ自分がね、またプレーできる喜び、もうそれもそうなんですけど、また来シーズンも愛媛 FC の一員としてオレンジのユニフォームを着て1年間戦う、愛媛 FC の目標でもある J2 昇格、 J3 優勝に向けて、また僕自身も選手として戦える、そんなこんな嬉しいことはないなと思ってます。まあ今シーズンも僕なりにいろいろと考えて愛媛 FC のために一生懸命突っ走ってきたつもりですけど、まあチームの目標でもある J2 昇格、 J3 優勝という目標を達成できなかったっていうのは僕の中で一番悔しかったことなんで、また来年はその悔しい思いをせずにね、チームみんなで頑張って、愛媛 FC ファミリーが、J3 優勝、 J2 昇格を成し遂げて、ハッピーになれるように全力を尽くして頑張っていきたいなと思っております。まあサッカーではその悔しさありましたけど、まあその他、まあこういう誘ってんじゃん TV もそうですし、 SNS 通じてもまあ自分にできることを一生懸命、突っ走ってきたっていうのはこの1年ありますけど、まあ来シーズンも自分にできることを一生懸命やっていきたいなと思っております。まあ来シーズンもこの誘ってんじゃん TV もね、どうなっていくかっていうのはまあ未来はわからないですけど、とにかく目の前のことを一生懸命やっていきたいなと思っているので、ぜひ皆さん応援してもらえたらなと思っております。なかなか誘ってんじゃん TV ももっと多くの人に見ていただきたいなって思ってるんですけど、まあなんせ森脇亮太がね、面白くないので、多くの方がなかなか、チャンネル登録とね、再生してくれないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ一生懸命来シーズンも頑張るんで、ここをサポートしていただいている皆さんも、周りの方々に森脇 YouTube やってるぞと、 SNS でインスタでいろいろ発信してるぞと、あいつバカだけどなんか面白いよねって思っていただけたら、多くの人に拡散していってもらいたいなと思っております。本当一言二言で今日終わろうと思ってたんですけど、また、いつものように内容がなく話がグダグダと長くなっておりますので、この辺で今日は失礼したいなと思っております。とにかく来シーズンも2023シーズンも愛媛 FC のために自分の、全力で、とにかく毎日をアグレッシブに過ごしていきたいなと思っておりますので、2023シーズンも愛媛 FC を、そして森脇亮太を、そして誘ってんじゃん TV の応援を皆さんよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。We happy! We happy? 合ってるかな? I'm happy! チュ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  Yes! よし! OK! 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 押しました?ちゃんと天翔さん、佐藤さん OK です。ありました?どうですか? OK!